こんにちは。最近の相場に関連するニュース、そしてチャート的にはどう動くねんっていうのを聞ける動画があったらいいなを形にしました。七不思議のパーフェクトアイガッポガッポというわけで、このコーナーガッポガッポ儲けてるドル円と日経225でガッポガッポ儲けてる七不思議さんに、僕たちもガッポガッポ儲ける方法を教えてもらおうというコーナーでございます。はい、前回説明の12日からどんなことがあったかっていうのをザザザッとお伝えしようと思います、うん、はい。まずですね、これあんまり相場にはあんまり関係なかったと思うんですけれども、うん、トランプ政権ですね、11日夜連邦退職年金基金、これ500兆規模のファンドらしいんですけれども、うん、これがですね、中国株を含んだ指数を、うん、これ入れる予定やったんですけれども、はい、それを断つというかですね、うん、それをさせへんような動きをしましたっていうことです、はい、うん、なので今この状態でですね、アメリカの資金が中国の企業に投資ですけれども行くっていうのが、うん、まああかんやろっていうことでっていうことやと思うんですけれども、うん、まあちょっと、まあ、流れが変わったのかなというふうには思いますね、はい、12日、うん、トランプ大統領がツイッターでね、うん、次の日にパウエルさんがですね FRB の、うん、この記者会見みたいなのする予定やったんですよ、はいはいはい、でそこでですね、マイナス金利を、うん、言っちゃえよと、お、うん、マイナス金利言ってまえと、はい、いうことをツイッターで言いました、はいはいはい、うん、他の国々が、まあ、日本もそうですけれども、うん、マイナス金利の恩恵を受けている以上アメリカもその恵みを受け取るべきだと、あ、なるほど、いうことを言ったんですよ。パウエルさんに圧力をかけました、また、うんうん、ただ13日ですね、はい、パウエルさんが記者会見で答えたことはですね、危機が過ぎ去り景気回復が軌道に乗るまで、うん、政策を最大限活用し続けると、はい、マイナス金利についてはですね検討してないと、あ、はいはいはい、うん、普通に批判しました。批判というか、うん、普通に否定しました。なるほど、うん、ただまあその経済回復時期が見通せないっていう方が市場には効いたんじゃないかなと思いますね、うん、なるほどね、まあ、ある程度ねこの市場にマイナス金利を織り込んでる思惑もちょっとあったので、それで下がったっていうふうにも言われてるんですけれども、うん、これニューヨークダウです、はい、12日13日ここら辺ですね、ダダダッと下がっていったのは300ドル幅ぐらい下げたのは、まあ、この発言、うん、マイナス金利にしない、そして先が見えないと、この景気低迷のね、はい、っていう風なことで下がっていったというふうに言われてます。そしてそろそろマイナス金利とは何ぞやという常識プラスをしてほしいですね。お前やゆうちゃんいける？うん、頑張りますじゃあお願いしますそっか、マイナス金利とは何ぞやというか、みんな普通にねその世界で生きてるんですけれども、うん、そういえばマイナス金利、うん、まあ言うたら借りてるのにお金もらえるっていうやつですよね。借りてるのにお金もらえる、普通お金借りてる人が貸してる人にお金を払うじゃないですか、利子を、はいはいはい、はい、僕たちのね、うん、一般の考え方で言うと。でもマイナス金利っていうのは逆なんです。お金借りたら利子もらえるんです、うん、なんでって思うじゃないですか、というお話をまたゆいちゃんがこってりやりますので、うん、お楽しみに。14日ですね、うん、1日明けて14日ですけれども、新規失業保険申請件数、はい、これ1週間の値なんですけれども298万件。どこの国でしょう？アメリカっていう国ですUSA ですで、ブルームバーグが調査したところによるとですね、エコノミストも予想中央値が250万件ぐらいなんじゃないかというふうに言われてたんですけれども、うんうん、もう50万件ぐらい開けたらですね、はい、もう増えてたということですね、うんうんうん、8週連続2ヶ月間7桁台ということです、はい、えらいこっちゃになってきたよっていうことですね、うんうん、1週間ですからね、ほぼ300万人ぐらいの人が失業保険に申請してるんですよ、うん、まあ、職がなくなったってことですよね、うん、えぐくない？すごいことが起こってるわけですね、うんうん、あと CPI、まあ、小売とかですね、物価指数とか、まあ、雇用データとか、うん、もう軒並みほんまに悪いです今、はいはいはい、予想より全然悪いっていう感じですね、うんうんうん、で15日はですね、小売売上高の市場予測がされてましたけれども、これロイターで調べているのは予想中央値は前月比で 12% ダウンって言われてたんですけれども、うん、それを軽々と飛び越えました 16.4%。 おー、やばいよ。
物も売れてないわけですよね。売れてない、うん、なんかみんなロックダウンだからやっぱり買い物も行かれへんしっていうので、うん、アマゾン一人勝ちっていう状態がね今ネット物販が一人勝ちっていう状態が生まれてますって感じですね。アメリカ経済って個人の支出というか、うん、浪費というかね、大量消費が支えてきたところがあるんで、はいはい、もうかなりやばいことになってしまったということですね。まあこれはもちろんアメリカだけの話じゃなくて日本にも当てはまりますよね。うん、まあでもアメリカ特にですよね、うん、もうこういう感じでダダダンドーンっていってますよね。はい、うん、まあ、これを表す一つの例としてアメリカのショッピングセンター、うん、でアンカーストアって言っても中心的な位置にあるものってあるじゃないですか。そういうショッピングモールといったら、うん、中心的なお店であって、うんうん、その日本で言ったイオンとか、そういう感じ、うん、そこのですねアメリカの百貨店大手の J.C. ペニーというところが経営破綻しました。はい、うん、これ1902年ぐらい創業でもう100年以上続いている大きなところなんですよね。はいはいはい、で全米で850店舗あって8万5000人ぐらいが働いておられたようです。うん、だからそれが経営破綻ということはみんな解雇ですよね。はい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 、っていうことになりますということです。あと J クルーっていうところと、これは服屋さんですけれども大きいところです。でこれも、さっきのようなアンカーストアになっているところですけども、高級百貨店のニーマンマーカスっていうところ、はい、ということで今月入ってだけでこの大手3社が経営破綻しちゃったっていうことですね。うん、相当やばいことになってる。だからめちゃめちゃ従業員が多いから路面店をやってかれへんってことなんかな。3ヶ月ぐらいでキャッシュがないってことでしょ。そうですね。うん、だから日本で言ったら阪急百貨店とか潰れるって感じ。もうバリバリ、バリバリ潰れるって感じだね。阪急百貨店は全国に通じるんかな。阪急は全国規模でしょ。阪急ホールディングスは、まあ大阪の超有名なね百貨店ですけども、何回は我が何回高島屋は、高島屋あるよな、あるんかな。でも最近は日本の百貨店もちょっとやばいもんな、どこも。あ、でもコロナ入る前からもやばかったよね。そうやばかった。百貨店っていう、まあそれは置いといて、うん、はい、で今週あることとしましては、はい、やっぱり何といっても全人代かなと。どこのお国ですか。あの中国という国なんですけどチャイナと言います、ね。まあ何がどうなるやら僕は全然想像がつかないんですけれども、うん、まあ言えたらその今年のですね2020年のその1年間の主要政策っていうもの、はい、中国国内ですよ。でそれ打ち出す重要な会議なんですね。1年で一番重要な会議ということです。まあ日本で言ったら国会ですね。国会ですね、うん、うん、でまあ結構今日とか動いてますけれども株価とかは、うん、もう基本的にはまあ嵐の前の静けさというか、うん、まあ、資金寝かしてる人たちも多いんじゃないかなというふうに思いますね。今動くべきじゃないということに、うんうん、動き出してから乗ろうというような感じじゃないかなと思います。だから今週もしかして、だから今週来週ぐらいですね、あ、今週末来週頭ぐらいに、まあ1週間ありますから全然ない。あ、そうですね、うん、なんかいろいろガガガガンって動き出すかもしれない、うん、で動き出したらひどいというかね、すごい値動きになるかもしれないんで、はい、っていうのはちょっと注意しないといけないなと思いますね、うん、一応どんなことがやられるか全く分かんないんですけれども、この間の5月の連休の時に、うん、はい、中国人の方は中国国内で1億5000万人ぐらいは動きまくってるみたいです。ディズニーランドもオープンしたし。あ、そうだね、結構遊んでるということで、割と経済政策的にはもうポジティブなもんが出てくるんじゃないかなというふうには考えますね、うんうん、なんとなくね。じゃあ今中国で起こっている超すごい裏話は僕のコーナーでお願いします。これ中国でやったら一瞬で消される話をやります。いやいや、もう連れてかれんといてよ。これはニューヨークダウですけれども、前回こういう感じでね、まあ、これエリオットの一つの、まあ、これを 1,2,3,4 とかやることもできますし、まあ、一つのシナリオなだけなんですけれども、これ通りにはちょっとなってなさそうな気もしてきましたね、うんうん、まあ、まだまだここを超えてもないし、あのそれこれだけで否定するような感じではないんですけれども、うん、ちょっと他の見方もいろいろ考えていかなかなって感じですね、まあ、まだゆっくりしてます。はい、でオイルはですね順調に上げてきました。
この11ドルとかは何だったんだっていうぐらいね、うん、もう2週間前とかはもう11ドルとかでしたよね、はい、その前はマイナスでしたからね。そうですよね、3週間前はね、うん、買ったらよかったな。いやそれ現あの聞きつけちゃうから出せるなということで、うん、今のところ、まあ、前回もお伝えしましたけれども、いろんな要素があってね、まあ、原産、うん、産油国の減産と、はい、あとパイプラインとかその貯蔵庫の確保とか、うん、あと中国でも経済がちゃんと動き出してる兆しがあるとかね、あ、はいはい、だからいろんなことがありまして、こういうふうに、まあ、顕著に回復してきたのかなというふうには思います、うん、なんで一回崩れてきたらですね、割と考えてもいいかなというふうに思いますね。それかこういうふうにまた時間で持ち合い、もう全然下に下がらないような持ち合いを続けるようであれば、ちょっと入ってみてもいいんじゃないかなとか思っちゃな、うんうんうん、だってリスキーだ、リスキーですよ、リスキーですよ、リスキーですよリスキーですけれども、だって、60ドルとかぐらいが適正って言われてたじゃないですか、ずっと、うん、今でも絶対30ドルでもかなりやばいと思いますよ、はい、あのオイル掘っていう方にしたらね、うんうん、もう原価割れしてると思うんで、でこっからは、まあ、そのまま上がっていってくれるかは全然分かんないですけれども、まあ、一回ねオイルってトレンド作り出したら長いんで、うんうん、ここでトレテンしたと考えるならばですね、ここら辺で変な調整とか調整というかね、もう元に戻る11ドル台まで戻るっていうことを考えずに、ある程度の、まあ、調整つけてまた上げに転じるって考えた方がまあいいんちゃうかなというふうに思うんで、はい、まあ、原油ほどプロが入っているそうもないです、ね、そうなんですよ。そんな普通の考え一瞬でケチやったね。ほんで、すごいからね、このボラというか、うん、うん、ほんと、あんま触らん方がいい。一瞬で多い勝敗戦。そう。いやー、怖いよ。怖いけど、ちょっとね、やっぱり。好きやな、そう。好きやね。好きや、そう。違う、オイルが結構好きやね。オイルは好きなの。オイル結構好きやね。どういうことですか？オイルという、うん、チャートが好きな。ああ、そうなの、ね。市場が好きなんね。うん、でやっぱり国際情勢と非常に結びつきが深いじゃないですか。ああ、はい、そういうのでもチャートを見れるというか、うん、ある意味ね、ゴールドはですね、ゴールドもプロの多い相場ですよね、はい、でやっぱりこのラインがですね、ここをずっとここから引いてるラインですけれども、ここに頭を押さえられている状態が続いております、うん、まあ教科書的ですよね。ここを どっかの時点で上回ってくるとは思うんですけれども、1700、ね、ドル台からね、本来ならばちょっと調整してほしいけれども、もう下に行くほどのこの下に行ったら誰が買ってくるわっていうようなものになってしまったって感じですね。もう安全通貨というか、うん、こっから下げれる要素があんまり考えられない。でもまあまた1700ドルぐらいまでは見とかなあかんのかなと思いますけれども、基本的には上げ見といていいんじゃないかなと思います。あ、すいません、16分になってしまいましたはい、はい、でもちょっと、まあ、また僕のコーナーにもありますけど、気になるニュースとして HSBC が金で大損したとかね。おー、え、何にしたの大損ってえ、大損ってトレード失敗して、この上げで、うん、え、じゃあ売りで、しかも HSBC ってことは、おお、後ろにいる人は、いや、イギリスやんな。その後ろにいる人が金価格、金を決めてるのに失敗してるんですよ、うん、どういうことやろな。この金にまつわる裏話はチャンネル登録数が40万になったら、なんでやねん、やばい、やばい話なんで。40万になってそれやったらすぐに消されるやつやろ先週も友達と会った時に言ったんですけど、金は金の金がいかに、金がいかにっていう話を、いかにねまた40万になったり、いや、まあそんなん言うたら金は分かりやすいだけで、全ての金融商品がもうそういうものじゃないか、で特にみんな金を資産やと思ってるっていうのはいかに間違いかという、なるほどなるほど、あ、そういう意味のね、うん、そういう方面のね、はい、はい、ダイヤモンドとかの感じかなと思った。ああ、はいはい、ね、いかにえぐいことが、金は価値がある、誰が決めたかっていう話です。お前やん、それをまた40分になってやります、ね、ググっても出てこないことっていうお題でやりましょうはい、やりましょうはい、前回はですね、ここら辺でした。これは何のチャンネルですか？すいません、 USGJPY です。ドル円ですね主語が全くないんですけどいや、もう
あれやん、テロップでパーン出てるのもう僕はそこまで編集のこと考えながらこれ喋ってるからやっぱり主語がなくなっちゃうんだよね。そしてこのメインテーマ入る前もう18分経ってる。まやそれちょっとここからやりましょうか。それちょっとごめんなさい、カットで全部カットで、全部カットちょっとおかしいねんけどちょっと皆さん本当にごめんなさい、うん、あのだいたいこれから、うん、あのチャートだけ見たいなっていう人は15分ぐらい飛ばしていただければもうチャートがやってますんで大体で、はい、前回はここね、12日あったんで、はい、1回これが上げが的中しまして、ここで、うん、まあ、はいつけてですねちょっと下がってるところだったんですね、はい、でそっから僕は何言ってましたか言いますと、ここからですねと、まあ、ちょっと、まあ、こういう急騰で止まったとこっていうのは何か、うん、まあ、注文が固まってて止まってるよねと、何か節目になるラインなんだよね、でもここら辺の中央値ぐらいになるからちょっと意味は分かりませんと言ってたんですよね、うん、でこういう時はフィボナッチでも引いてみて、でどんくらい返ってるか見ましょうねみたいな感じのこと言ったんですよ。で強かったらもうここら辺で 23.6 で返ってってもおかしくないし、 32.8 で返っててもおかしくないしっていうふうに言ってたんですけれども、もうここのね、こっからここの上げをそのまま行ってこいっていうぐらいの、前に対調整になりました。 61.8 ぐらいまで行きましたね、うん、はい、でそっからまた上げにて、まあ、うん、調整して上げに転ずるんじゃないかって言ってたんで、まあ、一応は今のとこ的中じゃないですかねあれなんだよ、持ち合ったように見えますけどね、あ、それはねチャートがこうやったら伸ばしたそうそう、チャートこうやったらほらほら、あら不思議、持ち合ってますこれまあまあまあ、うん、まあ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 できちゃう、まあ、下がってはない、下がってはないだろ、こう言ってこうね、はい、うん、こういうところも悪くなかったと思うよ、調整で調整した時に押し目狙ってロングで入りましょうねって言ってたから、はい、悪くないでしょ悪くないこっからですねどう動くかと言いますとですね、うん、ちょっとチャンネルの方で考えますね。でやっぱり前回言ってた通り、これ2日で見た時にですね、16年から作ってるこういう風なチャンネル、下向きのチャンネルが続いていると、まあ、でっかいね、うん、いう風に見ることができます。そして今は前も言ってた通りセンターラインに当たって跳ね返って、さあどう動くという風になったところという風に思ってます。でこっから2時間足ぐらいまで潜ってきますと、現在ですねここで12日ここでしたから、ここで跳ね返ってったら、まあ、こういうチャンネルが引けるよねって、上昇チャンネルが引けるよねって言ってたんですよね、うん、で跳ね返っていきましたんで、一応これが、まあ、効いてるかもしれないラインの候補になってきたという感じですね、うんうん、でここでですねもう一回上げてきて、これ潰したらですね、まあ、もうちょっとそのラインをこういうふうに上げんと赤かったんですけれども、まあ、一応これでもしかして効いてるというラインになるんかなと思います、はい、で今はですねその中で言うとこのセンターラインのちょっと上ぐらいかな、うん、っていうことですね、まあ、最終的には前回も言ってましたけれども、こっからですねこういうふうな下降チャンネルの上、大きな特大の下降チャンネルの上まで狙って、上げ狙ってからのここの下げをショートを狙っていきたいというような感じで言ってたんですけれども、はい、まあ、まだ全然上げにはこのチャンネルを抜いていくような上げには全然なってないと、うん、まあ、このチャンネルを全然沿っていってもらってもいいんですけどね、ずっと、まあ、ただこの下降チャンネルは完全に外れたなという感じですね、もう下降トレンドは終わったんじゃないかなと、じゃあ次は上昇トレンドで見ていった方がいいんじゃないかなと思ってます。でその場合ですね、やっぱこっちの波動を見ていった方が取りやすいのかなと、上昇を見ていった方が取りやすいのかなっていうふうに考えてますね、うん、基本的には、まあ、もっと緩やかかもしれないですけれども、こういう形で、まあ、今ちょっとセンターラインのちょっと、まあ、センターラインぐらいなんで、この上昇のチャンネルのねってなると、もうちょっと押し目待つかな、ロング入るんやったらね、うん、こんくらいいった時に入りたいなっていう感じですね。ここでちゃんと反応して押し目作った時に入りたいな、まあここからの水は悪くはないんですけどね、うん、ここで上のチャンネルの上の方、上半分で移行するかもしれんからね、
でもそうなったら上まで短いじゃないですか、はい、で短いしここでチャンネル作るとしたら一回跳ね返ったりするでしょ、うん、じゃあ取りにくいんじゃないかなと思うんで、まあ、ここからこういう感じでちょっともう跳ねちゃう動きするんやったらもうここで入ってもいいかもしれんけど、基本的にはちょっと押し目待つ、前回の安値、前々回の安値ぐらい回ってですね、で、まあ、最終そこで、落ちていくようならこのチャンネルの下まで回ってというような感じで丁寧にエントリーするのが良いんじゃないかなと思っております。なるほど、はい、225、うん、225ですけれども、ちょっとまあこれはちょっと違う方かなっていう、ね、でもね、ほんとね、うん、なんていうかね、もう、まあ、さっきもねお伝えした通り、あの前半でお伝えしたんですけれども、アメリカでもね経営破綻とか相次いでます。だから店舗がある店にとっては厳しいっていうような状況になってまして、うん、で会社の方ですね、こういうのもたまに僕見るんですけれども、日経平均株価の PR チャートです。で今こんなんなっとんですよ、うん、へー、だからなんちゅうかですかね、あのこれ EPS っていうのがどんだけ会社の純利益、まあ、言うたら稼ぐ能力、一株あたりの、うんうん、一株あたりのっておかしいか、あの会社の稼ぐ能力と思ってるけど、戦闘力、これ戦闘力、はい、戦闘力なんですけれども古いな、ずっと、いやいや昭和なんででずっとね、一応1500ぐらいやったんですよね、はい、まあ、平常時は、うん、それがダダダダって下がってきて、ここ3週間でですね3桁入りの、うん、今週549までいっちゃってるんですよ。ものすごい戦闘力減ってるってこと、はい、うん、ほんで、うん、これね、あのリーマンショックの時より悪いと思います、確か、うん、3桁いくのはリーマンショックの時以来と思います、はい、でここ PR の方ですけれども、 PR とは何でしょう、あの一株当たり利益、うん、なんていうんですかね、あの一株、今の株価が一株当たりの純利益の何倍なのか、はい、これが低い方がお得なんですよ。このこれほら数値があるでしょ、うん、数値が、まあその計算方法いいっすわ、もうこれが低ければ低いほどお得なんですよ、はいはいはい、その株は、うん、っていうように普通は言われてるやつです。3月24日なんかはまだこれコロナもね、影響あると思うんですけれども11とかやったということです、うん、でそっからドゥワー下がってってこれですよ36、はい、このチャートになっちゃったということです、うん、ドーンと、うんうん、株がめっちゃ弱なってるんです、はい、実は。で株価はこれ、うん、株価変わってないんですよね、はい、本来だったらまあその実需というか本来のその株、例えばですけれども日銀がこれ ETF 買ってなかったら株バック下がりしてると思うんですよね。おそらく下がっても買ってないんですよ今最近は。最近買ってないけど買ってるんちゃいます、買ってないけど買ってるんちゃいます、うん、いや買ってないと思う。1円たりとも入れてないの、うん、まあ、そんな細かくはないですけど買ってはいないですよ、なんか、うん、そこ嘘つくのえ、そんな誰が買ってるのこれ。だから PR とか 今前も言いましたけど 今の数でしょ、株価は常に何ヶ月先を織り込むから、何ヶ月先には株価上がこの PR も改善してるっていう投資家を見てるってことでしょ。あ、なるほど、ね、まあ教科書的に言ったらですよね。あ、そっかそっか、うん、じゃあ今から変なとこで上げるなって思っても別に日銀が株買ってきてるとかそういうことではないっていうこと、まあ、直近は買ってないだけで、まあ、もちろんこれからもバンバン買ってくるんで、まあ、今余ってるのからね、ほら来るでだからね下がりにくいんじゃないかなと思ってます今、うんうん、もうこんなんで下がらへんやったら下がらへんのちゃうっていうちょっと投げやりになってるところがありますね、うんうん、まあでも今の状況で下がらへんねん、だってこんなんはもう上がるしかないっしょ急に雑になったな根性論なってるだってさあんまテクニカルとかもわけわかんなくないって思っちゃうんだよねこうなると、はい、まあでも一応まあ LINE とか引いて普通にリスクリワードのいいところで、うん、今やったらもうロングですよね、はい、こういうところここ割れたらもう割れたらロスカットやったらロスしてるけどなこれね、まあここら辺かな、だから今、まあ、このバンドぐらいで考えてですね、こういうのはこの辺りになったらロングをかけていくというような形でいいんじゃないの、うん、はい、
まあ、でもまだこれ説は僕はまだ捨ててないんで、どっかで、うん、常にどっかでショートは狙っていきたいんですけれども、まあ、今はもうそのショートを見ててもね、全然エントリーポイントもないし、まあ、結局負けるだけなんで、エントリーしたとしても、うん、まあ、そろそろというか、こんだけもう上昇続いてるんでね、言うても3月23から、じゃあ上昇で見ていくの方がいいんじゃないのというふうに思いますね。で、はい、2万割れたりしたら結構下がると思うんですけれども、さすがに、うん、2万より上にある状態やったら、まあ、ロング一択かなと思いますね、うん、っていう感じなんですけれども、どうでしょうか。まあ、先に PR 出た、一応日本株は15倍から18倍ぐらい、まあ、アメリカとかと比べたらそれぐらいが一応水準なんで、うん、ちょっと前まで割安だったけど今はもう割高ですよね。割高ですよね。まあ、本来買われるのはちょっとおかしいっていうのはもちろんありますよね。おかしいんだよ。ただ、さっきの全人代と絡んできますけど、このあの僕のコーナーとかでも言ったように、日本中国株を空売りできないじゃないですか、うん、だから代わりに中国関連の日本株を中国株の代わりに空売りしてた向きがあるんですけど、全人代はどうやらまだ大規模な政策を打たれるんで、逆に中国関連株も今爆上がりしてるんで、まあ、影響も入ってると思いますよ。あ、なるほど。だからもうショートを手締まっていってるわけですね、うん、で逆に中国関連株は買われてるし。なるほど。じゃあ日経平均がそのおかげで上がっていってる可能性はありますね。アメリカとかでもつい最近またコロナの有効なワクチンが見つからないって話、まだそれの影響ももちろんあるでしょうし、ね、なるほどなるほど、うん、そっかそっか、うん、勉強になりますね。はい、今回はこんな感じで終わらせていただきます、うん、では次週以降もですね、日経225とドル円のチャート分析に絞ってしっかりと絞ってね、最新情報をお届けしていきたいと思います。また何か緊急なことが起これば、まさに今週は全人でありますし、うん、株が大きく動く可能性がありますので、またもし万が一のことがあればすぐに紙より公式メールマガで緊急速報を出したいと思いますので、いざという時のためにね、ぜひ登録しておいてください。はい、皆さんの役立つ情報またお伝えしていきますので、チャンネル登録をお願いします。この動画が良かったと思われた方はぜひいいねもお願いします。お願いします。あと概要欄の方にこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。